泣けるプロ野球選手の引退コメント118連発、これ見てみ、これ以上肘が曲がらんのや。金田翔一、代打で始まった俺の野球人生、最後も代打で終わりたい。落合博満、私は今日ここに引退いたしますが、我が巨人軍は永久に不滅です。長嶋茂雄、口はばったい言い方ですけど、王貞治としてのバッティングができなくなったということです。王貞治、ほんまにしんどい野球人生やった。大きに。村山実、広島に生まれカープに育てられました。山本浩二は幸せ者でした。山本浩二、これ以上練習しても上手くならないと感じた。そして今日もまた練習の大切さを学びました。衣笠幸男、本当は生涯ミュージシャンみたいに70歳になっても生涯プロ野球選手と言っていたかったんですけどね。野茂英雄、中西辞任のニュースも影が薄くなったな。中西太、言ってしもたもんはしゃあない。福本豊。